皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますダムまっしぐらこのチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします5月21日地上波では伝えられない中国三峡ダムの現況です 調光水理委員会によると、朝8時の時点で水位は158.63メートルとなっています。一昨日と比べると 1m70 ほどの下落です。下げるペースとしては順調なお、1年前の今頃は152メートル90ですから5メートル以上水位が高い状態です。西やんチャンネルです。ダムデータによると三峡ダムの水位は順調に下がっています。 グラフを見るるとと所々ギザギザザになっているところがあります実は下げっぱなしではなく時間帯により水位が少し上がっています流入と流出つまり放流の差が1万ほどあるときは1時間に1 5ンチほど下がることもあります一方差が6000ほどになると水位は変わらずか若干上がる時間帯もありますこれまで終日放流量を高い水準にキープしていました ここのところ、夜中は放流を絞っているようです。放流のペースに余裕が出てきたのか、それとも、下流の水位が上がりすぎたので調整しているのか。いずれにしても、ダム操作を変えてきたようです。ちなみに、下流地域のグラフでは、放流を絞ったことにより、上昇が止まったように見えますが、さらに下流の地域は高い水準のままです。一旦上昇してしまうと、そんなにすぐに下がらないということですね。 上流の観測所では流量が急降下していましたが現在は下げ止まりの傾向です後で触れますがウィンディーを見る限りしばらく増水する感じはなさそうです去年の水位はこのような傾きとなっており5月10日は1 5 7 5メートルでした今年の5月7日の水位はこのあたり1 4 5メートルとの差は大体2 3メートルですから1日7 0センチほど下げる必要があります 現在の水位はだいたいこのあたりで、今のところ線の上に乗っています。このペースで行くならば間に合うかもしれませんが、下流は大変です。残り日数は20日、1日につき65センチずつとなり、余裕も出てきましたかね。昨日のお昼3時の時点で見ると、上流の観測所での流入は毎秒1100 1立方メートルで、三峡ダムは毎秒15000立方メートルです。このため ダムの直近と南側の川からの流入の合計は、毎秒3900立方メートルと推測されます。上流の観測所の流入、そして直近と南側の川からの流入の合計ともに減少しています。<noise> 昨日の夕方5時の放流量は、毎秒21600立方メートルとなっています。依然として2万の大台を超えています。 このため72%ほどの発電状況と推測されます発電だけと仮定すれば23期前後のタービンが稼働していることになりますこちらは下流側の様子で去年の同時期の画像になります5月8日に中国の新華社通信が撮影した写真ではだいたいこのようなイメージですただ 放流量が2万4000を超えた辺たりから発電設備だけでなく中央のゲートからも放流される可能性がありますここまでドバドバ放流とはいかないまでも1問もしくは2問くらいはオープンになっているかもしれません <noise> 構想当初は洪水対策がメインだったはずの三峡ダムですが途中で水力発電や大型船の運航など水運の役割も追加されました そして、ひび割れの問題生態系への影響さらに大差問題などなど数々の課題があるようです昨日、5月20日には重慶の北に位置する成都の近くでマグニチュード4.9の地震が発生しましたここは2008年の四川大地震があった付近先日長江の最上流でも発生したとお伝えしました 天線で囲われた地域はマグニチュードが4から5の地震が頻発していますこのように三峡ダムの上流側には地震多発地帯がいくつも存在します三峡ダム周辺の月別年間降水量です5月も後半に入り夏に向けだんだん雨の量が多くなるものと思われますウィンディーで確認します三峡ダム周辺に目立った雨雲は見られません 今年は中国の南部の方で雨が多いなという印象。来週になると中部でも雨雲が広がるかもしれません。日本列島はというと低気圧の通過に伴い太平洋側に雨雲が広がっています。ところによっては雨になっているかもしれませんね。関西は朝から薄曇りといったところです。 中国国内には黄河や長江など大きな川が流れていますしかしそれだけではありません源流は中国国内ですが下流は他の国というケースがあります例えばメコン川下流にはラオス、タイ、カンボジア、ベトナムといった国々がメコン川の水を利用しています例によってその川の上流に中国が多くのダムを建設しています そしてこれまた例によって中国と下流地域の国が水をめぐって揉めているようですそのダムの一つが蛍光ダム2019年に完成しました写真で見るとこのような感じのダムになるようです画面右側に水力発電施設真ん中に非常用の洪水履きと見られる放流施設下流側には原生港もあるようです そして、どこかで見たようなシップリフトがありこれまたどこかで見たようなクレーンがありますいくつか中国のダムを見ているとこのワンセットが定番となっているようですね三峡ダムの完成から10年以上経過していますがどうやらこのクレーンの構造はほとんど変わっていないようです長江の上流金砂港に最近できたダムも同じようなクレーンが確認できます 相当、自信を持って設計しているのか設計の流用でコスト削減を図っているのかいずれにしても伝統芸能みたいになっているようです水をめぐる戦争を源流となるチベットに固執する理由はここにもありそうです人類の歴史は多様な人々や国家の関わりを通じて形成されてきた三峡ダムについて述べた次の文章を読み下の問いに答えよ 三峡ダムは中国国内で最大のダムである。主に放流設備と発電設備から構成されている。放流設備の一つとして、天馬には大型のクレーンが「あ」に据え付けられ、放流の調整を行う。「あ」に入る数字を次の4つから選択して、マークシートに記入しなさい。 Google マップを改めて見てみると、放流施設と発電施設の境目では、レール幅が違うことがわかります。よく見ると、車止めのようなものも見えます。ですから、お互いに移動することはできないのではないかと思われます。そもそも、穴の数を見れば、クレーンの機能も違うわけですから、幅も違う、ということになるんでしょうね。新幹線と在来線、そんなイメージでしょうか。いわば、標準気と強気ですかね。 ただ、乗り入れできないとなった場合で、例えば、中央の3機のクレーンのうち、左の1機が8番ゲート付近で故障して立ち往生となったとき、そのクレーンより左の放流ゲートは操作できなくなります。残りのクレーンでゲートを開閉して、運用することになるかと思います。これまで運用中、最大のゲート数は11本ですから、これでもまだ大丈夫かと思いますが、そもそも3機で回さないといけないのは、つらいところです。 クレーンは機械的に移動するわけですからメンテは大事ですねということで答えは1の3期でした皆さんどうでしたかこれは超簡単ですね何度もクレーンは見ているはずですからご感想いただけると幸いです最後までご視聴いただきありがとうございますご興味がありましたらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いです こっそりメンバーシップも始めてみました。それでは次の動画でまた。